しわいし、前世をもって知られた帝が、血の先生の果てに斧が都に火を放ったのはなぜか。暴君と呼ばれた人は、歴史上何人もいるでしょうが、多くの人が頭に浮かぶのは、ローマ皇帝ネロではないでしょうか。果たして皇帝ネロは何をし、暴君と呼ばれることになったのでしょうか。ローマ帝国、第5代皇帝ネロ、本名、ネロ・クラウディウス、カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクス。西暦37年生まれ、68年没。在位、54年から68年まで。彼はもともと、初代皇帝アウグストゥスの血統を受け継ぐ一族でしたが、三代皇帝カリグラの代になり、母アグリッピナがローマを追放されます。父の遺産も没収され、叔母に育てられます。しかし、後にカリグラが暗殺されると、叔父のクラウディウスが四代皇帝となります。これにより、アグリッピナはローマに戻ることができるようになりました。クラウディウスには妻がいましたが、いろいろとあってアグリッピナが5歳になります。クラウディウスには息子ブリタンニクスがいましたが、養子に入ることにより、皇帝の継承候補に入ることになります。どうして第一候補のブリタンニクスがいたのに、ネロが皇帝になることになったのでしょうか。母のアグリッピナは野心家であったと言われています。皇后となった後、様々な権力を振るうようになります。そもそも当時の法律では叔父であるクラウディウスとは結婚できないはずでしたが、強引に皇后の座を手に入れます。またそれまで生前に与えられたことのない、アウグスタの称号を旦那に与えさせます。そして、権力を最大限に使いブリタンニクスを孤立させ、ネロの力を大きくしたのです。その甲斐あって54年クラウディウスが亡くなるとネロが皇帝の座を引き継ぐことになりました。またこのクラウディウスの死についても、アグリッピナによる毒殺である、というのが古代から現代までの一般的な見解です。怖いですねー、恐ろしいですねー。そんなこんなで皇帝になったネロですが、初期の治世は明君の誉れの高い皇帝でした。ところが、もともと野心の強かったアグリッピナ。アグリッピナは皇帝のような権力を振りかざそうとし、ネロとの溝ができていったのです。さて、ここからネロにかけられた数々の疑義について考えましょう。ブリタンニクスの死。アグリッピナとの関係が悪くなっていたネロですが、ネロには警戒しなければならないことがありました。それは3歳下のブリタンニクスには、まだ皇位継承権があることです。そして、アグリッピナは夫を殺害しています。さぞ、ネロにはブリタンニクスは邪魔な存在だったでしょう。ブリタンニクスは、成人の儀の直前に毒殺されています。もちろん、犯人はネロ、と歴史家タキプスは記しています。本当にネロの犯行だったのでしょうか。動機は確かにありました。しかし、水に毒を盛るためには無色透明でなければなりません。当時の技術や毒物ではこういったものを作り出せないという見方があります。また飲んだ瞬間に死に至るような、強力な毒も当時はありませんでした。これを記したタキプスは当時はまだ子供でしたし、その場にいたわけでもありません。そして、ブリタンニクスは体が弱く、持病を持っていたのです。ネロがやった証拠はなく、歴史家による文章が残っているだけです。アグリッピナの死。アグリッピナとの対立が深くなっていったネロですが、決定的に悪くなったのは妻のオクタウィアと別れ、ポッパエアサリナと結婚しようとしたことが原因でした。ある日、ネロはアグリッピアを別荘に誘いました。その晩、ネロは陸路で帰ろうとするアグリッピナに、豪華な客船を用意し、船で帰るように進めます。しかし、この船には細工がしてあり、船は沈没してしまいます。ネロは溺死させようとしたのです。ところが、アグリッピナは泳ぎが達者であったため、岸までたどり着き一命を取り留めます。そして、復讐を恐れたネロはアグリッピナの無事を知らせる使者に、
言いがかりをつけてアグリッピナの殺害を指示したと言われています。この噂はネロに暗い影を落とすことになります。しかし、この話には客観的な証拠は何一つありません。本当にネロが兵を差し向けたのか、当事者ではない歴史家が記したか、噂でしかないのです。ただ一つ確かなのはこの日、アグリッピナが亡くなったという事実だけです。ネロの代名詞。西暦64年7月18日、ローマでかつてない規模の火災が発生。後に、それはローマ大火と呼ばれました。歴史家スエトニウスとカッシウスは、火を放ったのはネロと言いました。その動機として挙げられたのが、後に建てられた黄金宮の土地を確保するため、もう一つは宮殿から大火を眺め、インスピレーションを得て歌を歌うため、本当にこんなことをしたのだとしたら暴君と呼ばれても仕方ないですね。ローマ大火は9日間続き、3分の2が被害に遭ったことが発掘調査でわかっています。こんな大火事になってしまったのは、ネロが放火して回ったからでしょうか。当時のローマは住宅が密集し路地が狭く、その上、木造建築で壁が隣と共有されたりしていました。また夏場で乾燥しており、明かりとして火を使っていたこともあります。江戸時代に火事が多かったことによく似ています。この大火事でネロの宮殿も燃えてしまっています。そんな中、ネロは宮殿から街を見下ろし歌を歌えたのでしょうか？とても現実的ではなく単なる伝説と考えるべきでしょう。では宮殿を建てるための土地を確保したかったのでしょうか。彼は皇帝であり、一番の権力者です。土地の接収方法などいくらでもあるはずです。自らの宮殿、資材を捨ててまで、火事を起こす理由がないのです。ネロは消火活動の陣頭指揮を取り、被災者に広場を開放したり、食料の確保も行いました。そして、ネロに批判的な記述の多い、タキプスが示すところによると、人間の知恵の限りを尽くした有効な施策であった、と評価しています。ローマの再建計画において、道幅の拡大や、一部石造りにしたり壁の共有の廃止など、暴君とはかけ離れた政策をしています。市民にも受けが良かったのですが、一部に犯人がネロであったとする噂もありました。これに対し、ネロは犯人探しをせざるを得ない状況に追い込まれたのです。さて、ローマ大火では全盛を敷いたネロでしたが、民衆はこの不幸な出来事に責任者を求めました。怒りや悲しみの矛先が必要だったのでしょう。その対象の一人がネロ自身でした。もしかしたらアグリッピナの事件の影響もあったのかもしれません。ネロが責任の矛先に選んだのが当時信仰宗教であったキリスト教でした。このローマ大火の犯人として、キリスト教一般信徒を多数捕らえ、公開処刑を行いました。これがローマ帝国の最初のキリスト教弾圧と言われています。なぜ、このようなことをネロが行ったのかは詳しくはわかっていません。タキプスによればただの責任転嫁ですが、当事者ではないためただの憶測に過ぎません。そしてキリスト教とは当時のローマでは嫌われ者でした。ローマの伝統や文化を無視し皇帝の権威さえもないがしろにしていたからです。スエトニウスの伝記においても全盛の一つとして挙げられているほどです。しかし、ヨーロッパの歴史の大部分はキリスト教の歴史です。後のネロの評価がどうなるかは日を見るより明らかでしょう。またネロの治世に初代のローマ教皇とされるペテロが絶命したというのも大きな要因です。この出来事はネロの治世を書いた歴史書には記述が一切なく、キリスト教の経典に書かれるのみです。この二つの出来事がネロとキリスト教との確執を生み、暴君や悪魔と評される大きな原因となっています。ヨハネの黙示録に登場する、獣の数字666は、皇帝ネロのことを指すと言われています。ヨハネの黙示録は預言書ではなかった。ネロはローマ芸術の保護者を辞任し、芸能をとても愛した人でした。
それはもう、度が過ぎるほどに。彼は焼け野原になったローマの中心に宮殿を建てます。これはドムスアウレア、黄金宮殿、と呼ばれました。それまでのローマ史上最も豪華な建造物でした。各地での戦争にも勝利し、権力の絶頂期だった、ネロの浪費と、古代妄想が具現化したものだと言われています。ローマ各地から最高の芸術家、建築家を集めて建てられたこの宮殿は、後の、ローマ建築や、ルネサンス芸術にも、多大な影響を与えました。しかし、当然このようなものを作れば莫大な費用がかかります。ネロは、その資金を貴族たちからも集めたのです。そしてこれは、貴族階級にネロへの反発を生むきっかけとなりました。またネロはギリシャ文化を愛し、ネロ祭と呼ばれるものを開き、歌や音楽、といった芸能の分野を保護し、ギリシャから税を取るのをやめました。ローマ帝国の税収はもちろん減ります。そしてそれは貴族の反発を強めました。また自らも独演会を開くなど舞台にも立つようになります。当時のローマでは芸事をする人間は最下層の人間として扱われていました。それに対し、ローマ皇帝はローマ帝国の象徴であり、神を具現化したような存在です。そのローマ皇帝が最下層の仕事をするなどもってのほかです。権威を失墜させるものと、元老院や軍隊から大きな反発を買うことになりました。度重なる、貴族、元老院との圧力の結果、ついに反乱が起こることになります。一度目は鎮圧されるものの、ネロの指示の低下を機に元老院はネロを、国家の敵、認定します。これによりネロは逃亡し、逃亡先で自刃することになります。ローマ皇帝は、元老院体制に反発して誕生したものですが、ネロの頃にはまだ一定の権限を持っており、彼らの反発があっては体制が維持できなかったのです。実は、彼は民衆に人気がありました。ポンペイの遺跡では、ネロを称える市民の落書きが数多く見つかっています。大衆の欲求を解消し満足させる政策などをしたからです。これは自分の浪費を隠すためだとも言われていますが、少なくとも庶民に嫌われた存在ではなかったのです。ローマ大火における被災者の救済や、都市の再開発、建築や文化への貢献。1893年に完成したコリントス運河は、氾濫で完成はしませんでしたが、1世紀にネロが計画したのと同じルートでした。元老院の弾圧や処罰などがあったり芸術に重きを置いたりするなどの面もありましたが、決して悪いことばかりだったわけでもなく、善政と呼ばれるものも数多くあったのです。ではなぜ、現在に至るまで、暴君として名が残っているのか。ネロの歴史を記した3人の歴史家。タキプス、スエトニウス、カッシウス・ディオの三人には共通点があります。それは彼らが皆、元老院であるということです。元老院はネロの失脚後、ダムナテオメモリアエという刑をネロに課しています。ネロは元老院にとっての悪であり、その歴史は元老院によって書かれたものなのです。そして、その後キリスト教が支配することになり、暴君であることは事実となったのです。歴史は書いた者の視点が多分に入ることを私たちは気をつけなければいけません。ネロの自刃後、その墓にはローマ市民からの喧嘩や供物が絶えなかったと言います。ネロの次の皇帝ガルバはネロ派の粛清を行いましたが、その次の音はネロ派の復権をし、ネロを裏切った者を処刑し、民衆の支持を得ました。音の次のイテリウスは、ネロの壮大な葬儀を行い、民衆が大いに喜んだと言われています。これは、ネロが民衆に愛された皇帝であった、一つの証拠と言えるのではないでしょうか。